釣りですからね、ネタどこです。だんだん根がかりしないようにね、根がかりしないように、ちょっと開けないまずいね、通行根がかりするとこだから、カゴを沈んだらダメですよ、カゴを沈んだらダメですよ。ドラグはやっぱ引っ張ったらもう簡単に出るくらいですね、はい、あとはまあ指でサメキングとかして調整して決められるので、カゴをまあ選手は手巻きで、はい、手巻きでやれっていうんですか、やり取り、はい、的にはカゴで持ち上げて暴れたら止める、はい、そうそうそう、もしくは引っ張られたら送り込むくらいで、はい、でカゴでふーっと上げて、上げた分ハンドルで巻いて、カゴの曲がりがずっとこう行って、はい、引っ張られても行って、持ち上げても行って、これがポンポンするともう外れちゃったり、じゃあ軽くポンピングしながら、そうですね、ポンピングな感じです、ね、はい、ポンピングダメって言うんですけど、本当にポンピングってグッ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 グ5くらい、2から 2.5 くらい、はい、まあ、このカゴ結構出ちゃうもんで、はい、2とかでも横から出る、すげえすごいね、ケンタロウ、はい、水深どれぐらいか聞いてみて。60やられてる、はい、やってください。違うかな。負けだよね。わかんない、でもそんな強烈な引きではないんだよな。あと5、緩めないでくださいよ、右右、まあでもラッキーだね。
こんなもんじゃねえんだな、やっぱ。なんか音ブレーカーと音が出るんだけケンタロウ、あの、トモ見て。バッテリーの方じゃなくて、バッテリーの方じゃなくて、こういうの来た。ケンタロウお願い。負けねえんだよこれ。まずあ。もう上がる。こっち上がる。なんか糸出してる。こっちから上げるから。出してる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 。今こっちでしまってあげたからあんたのやつを。はい。もう巻いちゃっていいですか。巻いちゃっていい。巻いちゃいますね。しげさん。もう糸は巻いていいの？外れてる？まだ外れてない？じゃあ魚だけ取り行け。巻いて巻いて。負けない。はい。はい。ダマ持ってきて、ダマ持ってきて、ダマ持ってきて。引っ掛けたあれを全部魚も持ってきて。はい。すいません。ダマ入れ、ダマ入れ、ダマ入れ。
ありがとうございます。すいません。ウィリーだ。うんって感じ。いやもうそんなにもっ。おばちゃんだ。拝めず。拝めずですね。ケンタロウ。ケンタロウ。これつけてんだ。ワーム。ねえんだよもう。これに食ってくる。見つけました。いや、これもうウィリーにつけて。あ、石台もそう。もっとやってみて、なんかあの出てきてるようだなと思って。いい感じ。いい感じ。これ本命だろ。もう十二。いつ入ったほうがいいですか。右。あるぞ。あるぞ。うずらはき。しかもすれなんだよだからひおめんだ抜いちゃった方がいいですよ、超すっげえ期待しちゃったね、俺も完璧そうだと思ったあー疲れた